Welcome!皆さんね、この頃 YouTube をやる方も、それからいろいろマイクを使う仕事に、携わっている方々がどうやったらマイクが、上手にちゃんと方向について、そしてまた外に出ないで済むか、大体服中を通り過ぎてここら辺に出しますよね。顔に近い方が音はちゃんと拾います。でまずこれをループ、丸いのを一つ作って、で中に入れます。こうします。わかるかな？まずまっすぐなのを、カーブがあればそれが一番使いやすいでしょうね。これを丸くして、この輪っかを中に入れます。そうすると出るのはこの分だけなのね。この輪っかになっているのが中に入る。で、それがあるがゆえに止まっていると。この状態になったらここだけが出る。このループになったのは、この挟む方と一緒に後ろに行っちゃうんですね。いうことです。そうするとこれで言うと、ループが中に入って、マイクのこの分しか出ないで、これを引っ張っちゃえば、マイクの分しか出ない。これをこっちに向けるか顔に向けるかはその時に調節をすれば、止まっていてダラダラしないという、これがプロから習った方法です。みんなでハイタッチが3匹だとちょっと大変。